穴蔵。私は現在、ある地方大学の医学部に在籍しているものですが、オカルトではありませんが、医学部にはいろいろと不気味な場所が存在します。その中の一つ、法医学研究室第一標本室のお話です。私の住む地方には検視官制度がなく、異常死体はすべて大学の法医学教室に搬送され、司法ないし行政解剖が行われます。それはそれは様々な異常死体が運び込まれてくるわけで、中にはベテランの法医学教室のメンバーでさえ目を覆いたくなるような無残なものもあります。これらの異常死体は証拠写真を撮影された後で解剖され、遺族のもとに返されるわけですが、稀に遺族からも引き取りを拒否されたり、法医学、解剖学、病理学上、大変興味深い異常死体が搬入されることもあります。このような医学上貴重な、そして大変グロテスクな標本の多くが収容されているのが、法医学教室第一標本室、通称穴蔵です。穴蔵は地下の階の教室を数個ぶち抜いた非常に広い部屋です。しかし、広いには広いのですが、地階であるせいか、はたまた建物が非常に古いせいか、隅々まで照明が行き渡っておらず、昼間でも電気をフルにつけていないと、足元がおぼつかないほどです。しかし、私含め、穴蔵に初めてやってきた人間は、電気がついた途端、非常に驚いてしまいます。なぜなら、壁という壁には、異常死体のフルカラーの写真が隙間なく貼り付けられており、猟奇殺人鬼の隠れ家に迷い込んだような錯覚を覚えるからです。それはもうさながら、異常死体博覧会のようです。歴史体、水死体、視察死体、撲殺体、銃殺体、事故死体、病死体、自殺死体、感電死体。そこには、ありとあらゆる死の見本が揃っているのです。女性の中には、冷や汗をかき出したり、デリケートな方は嘔吐したり、中には貧血で倒れてしまう方もおられます。男性もやはり皆さん一様に驚きと何とも言えないような表情を浮かべてしまうようです。穴蔵の不気味なところはここにとどまりません。私も未だに慣れずにやむを得ず伺った際には、できるだけ見ないようにしている一角があります。そこにはなんと、おびただしい数の医師体のデスマスクがあるのです。医師体というのは、首をつったことが原因で亡くなった遺体のことです。昔、ある法医学者の方が、絞首刑にあった罪人の顔は皆一様であり、もしかすると死体のデスマスクから犯罪を犯すような人間の顔の類型化が可能なのではとお考えになり、行政と協力してデスマスクの収集を始められたそうです。収集当初から医師体が同じような顔面になるのは窒息とその後の過程から当然であるとの反論が多数だったのですが、その先生は反論には一切耳を貸さず、ひたすら死刑人のデスマスクを全国から集めて回ったそうです。その先生は
平成になってからお亡くなりになりましたが、死の床に伏せられるまでこの主張を変えなかったそうです。このような経緯で現在穴蔵には表に出ているだけで十数体、研究棟のどこかにはまだ数十体のデスマスクの標本が眠っているそうです。やはりこのような標本があるとオカルト的な話が様々に湧いて出てくるのですが、私はあまりそのような話は気にしないようにしています。夜中にデスマスクの目が開く、涙を流す、旦那妻の叫び声を上げるなど、しかし噂は噂に過ぎず、法医学教室のメンバーでそのような経験をしたという話は聞きません。ただ穴蔵にはまだまだ不気味な場所があり、ふざけ半分で開かずの間などと呼ばれています。大きな南京錠が二つかけられた、おそらく細長い部屋なのですが、教授をはじめ誰も中を覗いたことはないのはおろか、中に何が収納されているのかも知る人がいないのです。過去に何度も開けようとする試みがあったらしいですが、当人たちが尻込みしたのか、実際開けてみたという話は聞きません。しかももはや鍵そのものがどこかへなくなってしまっているのです。その部屋がいつから開かずの間になったかというと、九段の先生が大学を退官なさってからだそうです。それまでは個人的な標本、おそらくデスマスクを収納していたという話ですが、来年とうとうその研究棟も建て替え工事が行われ、穴蔵も消えてしまいます。その時あの部屋からは何が出てくるのでしょう。医学部にはオカルトではありませんが、不気味な場所がまだまだたくさんあります。穴蔵の話もその一つに過ぎません。人体自然発火現象。火災発生の一報を受け、駆けつけた消防隊員たちは不可解な現場に遭遇する。そこには人間の足だけが残されていた。他の部分は激しく焼けて炭化し、原形すらとどめていない。人体はそれほど激しく燃焼したというのに、不思議なことに建物や家具類にはほとんど燃えた形跡が見当たらなかった。徹底した現場検証が行われたが、火災の原因は不明。まるで火が意志を持って人体のみに狙いをつけて消失させたという荒唐無稽な推論でなければ説明できないような状況だった。人体自然発火現象は原因がわからない火災であり、それゆえに人の体から火の手が自然に上がったのだと考えられている現象です。非常に珍しい現象ではありますが、昔からたびたび報告されており、2010年12月22日のアイルランドでマイケル・フェアティという方が犠牲となった事例では、様々な検証がなされるも原因が判明せず、人体自然発火現象であると結論付けられました。この現象の特徴として、まず現場から火災の原因が全く特定されていません。
次に体の一部だけが焼け残り、他は骨まで黒焦げで灰になるほど激しく燃焼しています。焼け残る部位は手足が多いですが、内臓が残ったケースもあります。三つ目に、人体がここまで燃え尽きるには強い火力が必要であるのに対し、人体以外のものには火災による損傷がほとんど確認されないという特徴があります。過去にはすぐそばにあった藁のベッドや被害者が着ている衣類が無傷で残っていたという報告すらあります。火元が全く不明の謎に満ちた火災。人体自然発火現象は科学で解明できないものはないという人間の慢心への警告なのかもしれません。